あ、ちょ、虹カップ2個出たね。これ止まってくれたら OK だね。ゴージャスかな、ゴージャスかな、いくよ。あーあーって声出しちゃった。って声出しちゃった。どうしよう。なんだよ、私はミカだよって。あんた明日の超アップじゃん。ミカと友達になりました。まさか。はい、どうも、妖怪ウォッチプニプニ、今回もやっていきます。サーカー使った無課金攻略、今回はね、まあ、ちょっと冒頭でも見せしたと思うんですが、ミカさんとね、ミカとミカ好きのミカなのか未確認のミカなのかあれなんですけど、ミカ&水星のエンラエンラのね、出現率超アップガシャで、まあちょっとガシャ回していきましょうかね。ミカね、意外に色味もそうなんですけど使いやすいんですよね。ちょっと水星のジバネアの超アップの時になぜかすり抜けて出てきてくれたんですけど、はい、かなり使いやすいので個人的にはおすすめですかね。あの、なんか技レベル上げたらダンドリーもなんかワンパンで倒せるようになったんで、はい、いいですね。で、星雲のかけらか、ドロップ率アップですかね。まあこれはね、なんか4、50周はかかったので、これね、特攻なしで集めるの結構大変だと思うんだよな、このかけらね。で、水星のエンラエンラ、こちらは裏マップのイザナミの特攻で、で、横取りのね、強さ超アップで、今回ね、マップの横取りなんでね、横取り結構危ない時もあると思うんでね、こういう1体いるとね、楽なのかなって感じかな。はい、2日間ガシャ、超アップ。で、私ね、イザナミ、まだ60秒で倒してないんですよね。なので、まあ、正直ミカいるから回さなくていいやとも思ってたんですけど、まあ、イザナミあるから、まあ、イザナミチャレンジすればいけるとは思うんですけどね。あの、ちょっとやっていきましょう。そう、だからね、ミカね、限界突破に決めました。はい。なのでね、まあいいや、ちょっと後でやりましょうか。そう。で、これ、イザナミがね、まだね、倒したんだけど、60秒やってないので、はい。まあ、行きましょう。ということで、ちょっと休もうかなと思ったんですけど、まあ、ミカ限界突破してもいいかなということで、行きましょうか。ちょっと運落として。まあでも、なんていうんですかね。エンラエンラはラストチャンスで、多分 ZZ だから引っかかりやすいと思うので、まあ10連でいいか。10連でいいかな。どうしようかな。なんかこういう時に水星ジバニャンが、あの、ああ、ダメか。なんか、すり抜けてくんねえかなと思ったんですけどね。はい。じゃあ金いきます。ポン。おお、ブチニャンか。であとは、今回 Z キャラいないから、これでも赤はもう Z 以下って仕様やめてほしいんだよね。もうなんかワクワク感がないな。あーでもいっか、20連ぐらいやるか。もう10連いきましょう。なんか、でもガシャってハマるからな。まあ、私ね、UZ 超アップはもう正直10連しか回さないのは決めてるので、結構ね、ZZ 以上って出やすいんでね。ほら、ほらって言ったら失礼だけど。なんでね、まあ20連やってますね。さあ、虹いきます。まあ一応ミカは持ってるので、止まるか止まんないかは。よいしょ。あー、ミカ出ちゃった。まあでも限界突破してよかったですね。はい、それなので、まあこれは、まあちょっといいや。ちょっとイザナミは頑張りましょう。はい。で、あとウォッチで必要なのがね、あの、何でしたっけ。そう、この、ナルシスじゃなくてゴージャスか。ゴージャスでドロップさせなきゃいけないので、まあちょっとそこはね、やんなきゃいけないかなっていうね、とこなんですけど。まあまあまあ、まだ5日目ですしね、はい。まあやってるうちに ZZ はすり抜けんだろうっていうね、まあそれもあるし。ジバニャ、推薦ジバニャもなんか引っかかるような気もするんだよね。はい。まあまあ、まあ焦らずね、頑張りたいと思います。一応ミカさんね、限界突破の決断をしてよかったですね。アドバイス、コメントありがとうございました。なんかね、私ね、結構使いやすいな。
で今ねこれワンパンでダンドリー倒せるから周回もねダンドリーでやってて、ただね必殺の秘伝書が1回しか落ちてないんだよな。なのでなんかあれなんですけどね、まあでも限界突破も6、あ6じゃねえ、なん、あそっか、今1体ゲットしたから8までね来ましたね。なのでラストチャンスで90もいけるかもしれませんし、まあ一応今後ね銀河ウォッチイベントこれ一番最初なんで、まあ今後ねなんかコインとかでミカとかゲットできんじゃないかな。はい、なんで最終的には10凸までいけばね UZ と同じようなあのステータスぐらいにはなると思うので、うん、まあまあいいでしょうという感じで、はい、レベル上げもねもう始めてるので、なので、はい、ミカのステータス、まあ、私ねよく考えたらプリチーも弱いんでね、なのでまあこれでいいかな。これでプリチーもこのなんだっけこの子プニカミと、あと最近最後にね、そう最近ゲットしたレン君とプニカミと、あとこのミカでね、うん、なんとか盛り上げて、コンコンギ、ただね私未だにあのコンコンギツネをあれにしちゃったので、プニットショット特攻にしちゃったんでね、未だになんだっけな、このコキビちゃんがね空軍、コキビちゃんが復活スキルなんで、まだねちょっと復活スキルプリチーね持ってないので、ちょっとそこが今プリチーの、うん、課題かなっていう感じなんですけど、はい、まあいい感じに揃ってきたなっていう感じですね。まあ一応このイベントはレベル上げもねこういうなんていうの、Y ポイントがかかっちゃうレベル上げもするのがね一応私のいつもやってることなんで、まあこれねレベル上げね Y ポイント使うのね、他のイベントとかだとためらうんですけど、まあちょっとこのイベントはね割と稼げるので、やればやるほどね、なのでまあ、はい、プニカミのレベルとミカのレベルはねマックスまで上げてやっていければなと思ってます。あそうだミカをね見てないね、一応ミカはうん、ちょっとまだレベルマックスにしてないんでね、ちょっと最後のステータスあれなんですけど、まあ私はプラス8まで来ましたね。あ G も1個も入れてないんだな。でサイズ4以上のデカプニ消すと技ゲージアップ、これもいいね。で自身の妖怪プニをつなげた時確率 75% のサイズアップ、これもねいわゆる技ゲージ吸収戦ですごい役に立つの でしかもねこの白いねミカすごい見やすいんですよ。なのでほんとね私は非常に重宝してますね。でなんで G 技を入れてないのかっていうと、爆裂に G ぶっこんじゃったんで G を持ってないんですねそれだけかいって感じでね。はい、じゃあまあ最後ねじゃあミカ使って終わりにしましょう。でもね私50回ぐらいかかったんだよな本当これ。なので特攻なしでねこのかけら集めてる人は本当に大変だと思います。なのでまあミカねゲットして周回したら楽なんですけどね。でサイズアップ で4プニ以上ですともう技ゲージ溜まりやすいっていう、なのでいいんじゃないでしょうか。ちょっとプリチー種族効果アップがないので、あそれでもね、まあ、G 技ならワンパンで倒せるので、もうあそこまで限界突破いったら G 技じゃなくても倒せるかもしれないんですけど、はい、ミカねすごい、ごめんなさい私色盲ではないんですけど、あの白が見やすいんだよね他に比べて。あんまり白妖怪ってウィスパーぐらいしかいないので、なんで、はい、ミカね私は限界突破することに決めましたんで、まあ、ぜひね皆さんも使ってみてください。まあ、G 技ぐらい入れたいな。一族に逆らい地球を助けに来た未確認族の女の子、今地球人に変装しているが本当はつるっとした姿、じゃあ最後ねつるっとした姿見せて終わりましょうかね。はい、じゃあすいません、じゃあ登場シーンを見せて終わりにしたいと思います。それではまた会いしましょう、さよなら。そうつるっとしてたんだよね。さあ UFO、 我々は未確認族だ、お前たちは地球以外の星の全生物を滅ぼそうとしている。あそうなの、なんか勘違いしてるね。
デスマーキュリー、なるほど。だこれから太陽系のね、ダンドリーだ、ダンドリーマーキュリーね。地球水没計画、今地球水が足りてないんだけど、水星の力。あ、でもこの子水くんだっけ。地球の精霊ってか、アースだ、水じゃねえじゃん。さあミカ、ジャーン、銀河ウォッチ、これをつけて眷属さんに文字盤を向けてみてということでね。ギンギラ銀河、なんかアニメとかありそうだけどな。コスモなんとかって書いてあったね。あ、水星のジバニャン、なるほど、あれ水星のジバニャンだったんだ。銀河妖怪、